はい、どうも。今日紹介するのはこちら、鉄血のオルフェンズ HG イオフレーム試練144/1ですね。というわけでちょっと中身を見てみましょう。はい、箱がこんな感じですね。はい、横、はい、こういう感じですね。で、中身がこう、説明書がこんな感じ。はい、で、こんな感じですね。まあ、HG なんでそんなパーツ数はないです。で、ではちょっと開けてみましょう。ランナー出してみました。これですね、武器とか、これまあ装甲とかも入ってるのと、あと大きい盾ですね。で、武器とかガントレットとかついてるのと、これが装甲のランナーですね、外部装甲ですね。はい、で、これがいわゆるイオフレームっていうんですかね、フレーム内部機構のランナーですね。はい、で、ポリキャップが、PC002、ちょっと黒じゃなくて今回こういう色になってます。あとこういうシールがついてます。じゃあ早速組み立てていきたいと思います。完成しました。イオフレーム試練ですね。パーツ全切り出しで組み立てて、まあ、パチ組で45分ぐらいですね。結構早かったと思います。じゃあちょっと各部見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。足の肉抜きは少なめです。で、ここに 3mm 穴があるんでディスプレイできますね。はい、で、後ろ、ここがバーニャが動くと、こういう感じでね。で、ここに一応ラッチがあるんで、ここにライフルをマウントできます。で、あとここの、これも多少動くと、棒ジョイントになってましたね。はい、こんな感じですね。はい、で、頭部のこのバイザーは差し替えで展開状態ができるということですね。で、可動範囲は頭がこうグリグリ結構動きます。はい、で、腕も結構動きますね。もうどこも行きますね。で、横と、はい、で、ここに横ロール軸が、二の腕ロールがあって、で、こうと、手首もボールジョイントなんである程度曲がります。で、腰ですね。はい、ここまでグリグリいきますね。で、ボールジョイント入ってるんで回転ですね。あと、サイドアーマーが多少あんま動かないですね。はい、で、股関節、これいつもと違うボールジョイントっぽいのじゃなくて、まあでもここにもロール軸があるんで、こうぐるぐる回ります。で、結構開きますね。で、膝はどうしてもバーニャがあるんで、まあここまでですね。で、足首もほぼ、まあここがこう動くので、はい、で、いつもみたいな、あの、横にはそんなに動かないです。ボールジョイントの可動だけなんで、はい、という感じですね。はい、で、武装が結構ついてます。こういう大型のね、ライオットシールドっていうのと、ここに、ここで止めて、ここで持たせるっていう感じですね。あと、パルチザン、これが伸縮します。グッと伸びるという感じですね。ここの方が結構ベコベコですけど、ここまで伸びます。はい、で、あとガントレットとライフルですね。はい、じゃあちょっと持たせてみたいと思います。装備させてみました。左手にガントレットと、あとライフルですね。で、バックパックにこういう形でパルチザンを収納できます。はい、で、ここに穴があるんで、ここに刺す感じですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次の武装を持たせてみます。はい、ライオットシールドとライフルですね。結構でかくて、これいいですね。かっこいいですね。あと、あの、ディスプレイさせてみました。ぐるっとこんな感じです。はい。
あとね、このここのヘッドパーツ差し替えで上げて展開状態にしてますね。で、あのこことここで保持するので大きいんですけど、全然結構ちゃんと保持できていいですよ、これは。はいはい、パルチザンと左手ガントレットを持たせてみました。こんな感じですね。パルチザン伸ばすと結構長くていい感じですよ。はい、ぐるっと、はい、こんな感じです。はい、ちなみにパルチザン両手持ちもさせれます。こんな感じですね。はい、でライフルは後ろにこういう形でマウントできます。ちょっとまあ取れやすいですけどね。はい、こんな感じですね。はい、というわけで今日紹介したのは鉄血のオルフェンズ HG イオフレーム試練でした。組みやすいキットで良かったんじゃないですかね。武器も結構ついてるし面白いと思います。じゃあまたねー。